アポロ・新聞王、独立、感言、新誘、望遠看世界、展望、新中華。行かれたアメリカはソ連の道をたどるのか、アポロドットコム、アメリカ共和党全国委員会のツイッターアカウント、RNC リサーチが24日、動画を投稿しました。映像には、ニューヨーク州上院の民主党予備選挙で当選したクリステン・ゴンザレス氏が、勝利の後に叫ぶ姿が映し出されています。 社会主義の勝利を本当に証明できた。私たちはどこにも行きません。この街に社会主義のスラブを見るまで止まりませんよ。アメリカ在住の中国共産党の専門家である学者のホー・チンレン氏は28日にこの動画をリツイートし次のようにコメントしています。カール・マルクスは社会主義はまず先進資本主義国で勝利すると予言しました。この説は間違いであることが証明されました。 といいうののはロシア中国国東欧キューバなどいずれも後進国だったのです今、社会主義は世界で最も豊かな国であるアメリカで実現されつつあり、アメリカは社会主義を守るための軍事力を持っています。この米帝国の社会主義国家が将来倒れるとしたら、内部から解体するしかありません。外部から手を出すことはできません。 新蓮氏は28日、ニューヨークの民主党予備選挙について連続してツイートしました。ニューヨークの民主党予備選挙では、AOC を支持する者が勝つと言われている。ウォール街を動かすべきです。世界中の資本主義的な証券取引所が存在する社会主義都市ですから、ひょっとして珍金同士が軍隊を率いて、株式市場を監視する日が再来するかもしれませんよ。 AOC とは、現アメリカ下院議員でニューヨーク州第14区選出のアレキサンドリア・オカシオ・コルテス氏の略称であり、極左団体、アメリカ民主社会主義者 SDA のメンバーで、アメリカ下院の極左女性議員4名のうちの1人です。一部のネットユーザーは、AOC が3年余り議員を務めたため、数100万ドルの資産を持っていることを明かしました。 これは資本主義の道ではなく、政治権力の腐敗の道であると言えます。ネットユーザーの中には、アメリカが気づかないうちにソ連の二の舞になるのではと心配する人もいます。あるコメントでは、東西ドイツ、数十年にわたる大きな格差が生まれ、東ドイツ人は命がけでベルリンの壁を越え、自由な世界にやってきた。これは社会主義、がダメな証拠ではないでしょうか。また、あるコメントでは、 幸い、アメリカは連邦制ですから、ニューヨークで社会主義をやらせればいいのです。この無知な強靭度どもめ。